Yeah.
と僕ちゃん。もういいよ。なかなか、子供を使うとは。いや、ねえ、まあ、お子ちゃまがね。いやらしい大人が出ますね。王子様だからしょうがない。一番最初にその子供にね、あのカンペをね、持たせて。ねえ、もう、何でもやってもらって。ちょっと僕、休憩したいんで、爆笑トークお願いします。僕たちはあの誰がこのバンドの言い出してますか。あ、住吉先生が。誠とミッキーの誰が考えたの。この人が主犯ですね、どう見ても。その前にさ、触れなきゃいけないことがあると思うんだよね。触れなきゃいけないことが。そうか、この一番。あ、なるほどね。おい、来たよこれ。バカだね、この人は。ありがとうございますでしょ、あなた。いやいや、どうせそれ剥がしたらさ、あの堂林とか書いてあるでしょ。タケルとか。やっつけじゃないの。堂林さんでいいよね。これ卵。卵ね。あんたそれ持って歌いなさいよ。あ、僕、やっぱ王子言われてるんですけど、点が1個いいんですよ。卵様なって言ったら。卵と書いて王子って。これ持って電車乗って帰る。マジですか。カバンにも入れずに。こいつらね。ありがたい。ファンクラブがね、ファンクラブが、うん、募集してフェイスブックは。まあこの年になってね、コーラスで愛なんだとか、オンリーユーとか、まさか言わされてる。俺会話ってね。いや、そうね。ねえ、いや、まさかですよ。バンドやっててよかったね。仕事しなきゃ。なんでだよ、俺たち。この間さ、AKB でさ、坊主にした子いるじゃん。峯岸みなみ。ねえ、峯岸さんでしたっけ。あの子が2、3日前のテレビでね、すごいね、言ってたんですけどね、女が信じてはいけない 3B ってね。あ、見ました。見ました。見ました。女がね、信じてはいけない 3B1、バーテン2、美容師3、バンドマン。これ峯岸さんね、20歳してやられましたよね。僕もなんかあったんだろうね。リーチじゃん。リーチじゃん、なんかそこら辺も。美容師でバンドマンってあった。結構リーチいますよね。バーテンでバンドやっとったらもうアウトでしたね。ぼちぼち。美容師はどうなるの、美容師は。あ、信じてはいけません。絶対嘘ばっかり言ってますから。まあ私が言っちゃうね。でもジャニーズ楽しいですね。難しいですよね、やってみると。そう、譜面がね、ないんですよ、このように、うん、楽譜注文がすごくプロテクトが厳しくて、ね、気が入ってびっくりしたよね。 YouTube もないよね。ちょっと YouTube にもないし、 CD を手に入れるしかない。この人たちはね、上手いからいいんですよ、もうスキルがあるから。僕なんかほんとね、ギター始めたばっかりでいっぱいいっぱいですからね。頑張って。ほんとまだ伸びしろがある。いや、ありがとう。やっとってよかった。ねえ、ありがとう、拍手してくれて。そんな話でした。そうね。まあ、第2回があるかどうかがね、ちょっとまあ、分かんないけど、今回はどっちにしても第1回ということで。ジャニーズって山ほどあるんで、うん、ねえ、ジャニーズ。ちょっと、次ね、もしあったら、キスマイク。何がいいですか、ピクシーゾーン。喋らせてくれるんだよ。キスマイフト2の2は二階堂の2。誰も知らんからキスマイクの世代は。え、そう、誰知ってますか。キスマイフット、そうですか。タノキントリオとか。ダメだね。野村よしこ、ザ・グッバイ。え、愛なんだって、愛なんだって誰の曲かご存知ですか。おー、そうです、そうです、V6 です。その前のダーリン。ああ、そうですね。僕ら愛知の V6 だろ。いや、俺知らんかったわ。V6 あ、そうですね。カンさん、そろそろ、あ、カンダが好きですからね。好きです。じゃあ。
いやー、人も超えたな、もう。